はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いしますね。毎週は頑張っていきましょう。お願いします。カタです。リサです。お願いします。トミン君に今日もね、ドッキリを仕掛けていこうかなと思うんですけども、はいはいはい、物を用意していいですか。お、取りましょう。今日使うものがこちらでございます。あ、靴？臭いんかな。どう？うるー、そんな何それ、哲也さんの靴だっけ。犬飼ってるだろ、誰か。犬飼ってるだろ、絶対。捨てられた犬。おい、オイルがこぼれてるよ。ということで、はい、実はイベントの次の日に、トミーだけね、東京でちょっとお渡し会なるものをしておりまして、うん、僕、東海オンエアと一緒に、過ごしてたんですよ。うん、ハンター。はい、これを授けるから、無臭にしてくれと言われて持って帰ってきてるんですよ。もったいないじゃん。確かに。ただ単にさ、元気先生に任せて、まあどうなるか分かんないんですけど、うん、トミーは結構これもう今地下に封印してると思ってるから、うん、あるってこと忘れてると思う。そうだよね、これが突然日常生活に現れたら、気づくの。Pさんなんで呼んだかっていうと、そのエアコン問題に悩んでらっしゃるということで。あ、はい、トミーすごく暑がりなんですよ。そうですね、はいはい、ずっと16度にするのが YouTuber ドリームだろうって言って、ずっとエアコンを16度にしてるんですよ。とても寒く鼻水が止まらない日があったんですよ。はいはいはい、はい、で、風邪をひいたという。引いてたな、はい、で、もう今10月ですよ。なのに、エアコンをつけたがるわけです。そうですね。ってことは、もう一発、ぶちかました方がいいんじゃないかなと。なるほど。ということで、はい、今回こいつをエアコンの中にぶち込もうということで。だからトミーくん、前回のドッキリ見ていただいたら分かるんですけども、本当に帰ってきたらすぐエアコンをピッてつけるんですよ。下に浴びようと思って、フィルターのところにぶち込んどけば、ボーンってきて、くっさーってなるじゃん。まずね。で、エアコン臭くないっていうのか、哲也の足臭くないって。その二つのどっちかなんですよ。絶対言わないよ。エアコンに向けて、哲也の靴臭くないって。それは、嗅いでないから。カンタ君思い出したね。俺自分のタイミングでやるよ。いや、俺のタイミングで。腹立つ。ここ俺のタイミングで。いいさ。マジでやめろ、お前。仕掛けていきたいと思います。よっしゃ。はい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 、まあフィルターとかが通ってて、まあホコリだったり、そうですよね、パートダストを取ってくれるんだけど、はいはい、今回そこに邪魔するものがあると。そうで、とんでもない風が出てくる。そう、一番除去しなきゃいけないものをここにずっと溜めてる。そうですね。で、今回はぷよぷよボールとかじゃないんで、一瞬多分気づかないんです。確かに。なんか本当になんていうかわかんないんで、じゃあ様子見たいと思います。はい、やります。こんな時が来るか。はい、めっちゃ臭かった玄関ね。ゲームやってんじゃん。あ、恥ずかしくない？サブちゃん回すぞ。じゃあいいじゃん、見ていきます。好きやいつだっけこれ。あ、やべ、しゃ、いや、それ強えな。うめえな。あっ、うまだ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 。でもここも
も臭い気する。なんで？ほら、臭い。よいしょ。はい、オッケー。やっぱ普段買うから。うわ、やばい。え、なんかあるみたい。ノートそう。あ、これでこっち来るんだ。はい。くせー、くせ、めっちゃくせーじゃん。くさくね、風くさくね。くっせ、くっさ、なにこれ。くっさ、くっさ、なにこれ。あ、くっせー、くせドッキリ成功。あ、ちょっと、あ、やばい、やばい、出れなくしてる。ちょっとエアコン返し返して。あれ、リモコン、あ、リモコンは。やばいこれ。ちょっと、ほんとにリモコン、リモコンは。じゃあ、ピーさん、いや、この時期にエアコンつけないでってこと、俺が言いたいの。地球温暖化に何かしらの募金をして、俺はクーラーをつけます。エアコンはまあ、うん、それぞれの価値観あるとして、ね、うん、臭いのはやめようっていう、うん、動画。今日の水溜りボンドでした。はい、でした。ネルドロしてください。はい、また明日。ありがとうございました。